にちは、カミクです。鶏糞使わない手はありません。今回は鶏糞を使ったことがない方、鶏糞の使い方がわからない方、鶏糞の効果を知りたい方、園芸のコストダウンを測りたい方、そして園芸をとことん楽しみたい方、鶏糞という肥料が園芸店ホームセンターでは販売されております。ほとんどの方はこの鶏糞使ったことがないんじゃないかなと私は思います。その理由は鶏糞使い方がようわからん、これだと思います。また鶏糞がなくてもなんとかなってるので別にいらないんじゃないか、そもそも鶏糞なんてものがあるのかどうかも知らないっていう人もいるかもしれません。理由は様々あると思いますが、この鶏糞、これからの園芸ガーデニングを支えていく肥料だと私は思います。その一番の理由、それはコストが安いから。ただこの鶏糞、ものすごい癖がある肥料です。この癖を知らなければ鶏糞を使ったがゆえに植物が枯れてしまったなんていうことも起こりうると思います。ということで今回はこの鶏糞の正しい使い方、効果効能を実演にて園芸初心者の方にも分かりやすく説明したいと思います。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、鶏糞はあまりおすすめしていませんでした。というのも鶏糞は園芸初心者の方にはやはり使いにくい肥料だと思っていたからです。鶏糞は堆肥ではなくて肥料だと思っていただきたいんですよね。同じうんちシリーズでいくと牛糞、トン糞、馬糞、これらは肥料ではなくて堆肥という方が正しいです。堆肥っていうのは土壌改良、いわゆる土をふかふかにする材料です。鶏糞を堆肥みたいにたくさん入れて土と混ぜ合わせて植物を植えると土は柔らかくはなりません。むしろ肥料分が多くて枯れやすくなってしまうんですよね。同じうんちシリーズなのになぜ鶏糞だけ枯れてしまうのか、それは鶏糞、他のうんちシリーズと比べて圧倒的に肥料分、栄養分が高い素材なんです。そして私が園芸初心者の方に鶏糞をあまり勧めなかった理由、それは効果効能をしっかりと説明できる機会がなかったからなんです。それはなぜか、鶏糞を説明するのに少し時間がかかってしまうんです。実際に鶏糞の良し悪しを売り場の1枚のポップに書くことは不可能なんです。書いても分かりにくいんです。なので何も見ずに鶏糞を買ってしまって使ってみたらあまりうまく使えなくて、もうそのまま封印されてる方結構多いと思います。ただ現代、今の時代は YouTube というものがあり、全国のいろいろな方にこのように動画としてしっかりと伝えることができるようになってきました。これで思う存分鶏糞の良し悪しをしっかりと伝えることができます。 YouTube ありがとうございます。私が思う鶏糞を使った方がいい理由、これが大きく分けて2つあります。1つ目は栄養分がとにかく豊富なこと、2つ目は安いこと、この2つです。ポイント1番目、栄養分がものすごく高いこと。これ鶏糞は他の有機肥料に比べて圧倒的に肥料分が高いんです。あとバランスがものすごくいいんです。肥料というのは植物が欲しがる栄養分のことで、大体は肥料のパッケージにその成分が数値として表されております。大きく分けて3つ、葉っぱや茎を育てる窒素、花や実を育てるリン酸、根っこを育てるカリ、この肥料の窒素、リン酸、カリ、これを栄養分3大要素と言います。例えば同じうんちシリーズの肥料分でいきましょう。牛糞は窒素、リン酸、カリは1、1、1です。トン糞3、5、2、馬糞は 0.5、0.5、0.5% とかなり低いんですよね。そして有機肥料の代名詞油かすは窒素、リン酸、カリは 5%、2%、2% の割合です。そんな中この鶏糞、肥料分、窒素、リン酸、カリのバランスは 3%、7%、3% と理想的なお山型になってるんですね。花や実をつける植物を育てるのにこの窒素、リン酸、カリのバランスが綺麗なお山型になっている肥料分、これが一番いいと言われております。鶏糞は理想的な山型なんです。またこの鶏糞、他の有機肥料には入っていないカルシウムっていうのがとにかく豊富に入っております。カルシウムを植物を強靭に育てる栄養分の一つです。よく販売されている肥料というものはその窒素、リン酸、カリをいろいろ補うためにいろいろなものを添加して作っております。ただこの鶏糞、鶏糞一つで理想的なお山型プラスカルシウムを補給できる完全無欠の有機肥料、パーフェクトな素材なんです。こんないい肥料使わない手はありません。
ポイント2つ目、とにかく安いこと。鶏糞はとにかく肥料の中ではダントツ的に安いと言ってもいいでしょう。それぐらい価格が安いです。それはなぜか、単純に鶏の生産量が多いんです。ということはそこから出てくる糞もやはり多いんですよね。お肉で言えば他の牛さんや豚さんなどもいます。ただこの鶏さんは卵、そうです、卵での消費も多いんですよね。お肉と卵両方あります。日本の卵の国産消費量はなんと 95% です。ほとんどが自国で賄っております。とにかく日本人は鶏さん大好きなんです。だからこそ今でも鶏さん需要は年々と右肩上がりに増えています。ということはその出てくる糞も年々と右肩上がりに増えていっているんですね。そして国内生産供給が可能なので運送コストというのが圧倒的に安いんです。輸入しなくてもいいんです。国内で近場から運ぶだけなので低コストで済みます。そして消えることがない国内資源と言ってもいいでしょう。園芸ガーデニングに必要な資材も自国で賄える、賄っていきたい。これがこれから来る持続可能なガーデニングになるのではないでしょうか。使わない手はありません。ということでここから先は実物の鶏糞を踏まえて鶏糞の特徴をもっと掘り下げ、鶏糞のデメリット、そしてそれを克服する方法、こちらもお伝えしていきたいと思います。では早速いきましょう。はい、というわけで鶏糞の回です。よろしくお願いします。ジンベさん、お願いします。さあ来ましたね、鶏糞。はい、あんまりおすすめしたことがないので、はい、はい、この場を借りてちゃんとおすすめしようかなと、はい、まあ、おすすめというかこういうものだよっていうのを知っておいてほしいかなっていうところですね。はい、でこの鶏糞はすごく肥料バランスと肥料が高いっていう話をしたんですけど、これちゃんと理由がありますと。なんでこの鶏さんだけそんな栄養分が高くて牛とか豚とか馬さんはその少ないのかっていうのは、もう動物自体の体の構造にあるんです。はい、例えば牛さんでかいですね。牛さんって知ってるかどうか分かんないですけど、人間で物を消化するっていうところの器官って何だと思いますか。胃ですかね、お腹。正解。はい、牛さん、はい、胃が4つあります。知らなかったです。胃が4つあるで、はい、ちゃんと歯もあってむしゃむしゃ食べるじゃないですか。はい、むしゃむしゃ食べて体内で4つの胃で、はい、消化吸収してうんちとしてバッと出す、はい、っていうことはものすごく食べたものの栄養分をちゃんと効率的に本体に吸収できるっていう仕組みがあるんですね。はい、なので排泄されてるうんちっていうのが逆に言うと栄養分はもう抜かれちゃってるうんちって感じ。うん、うん、全部栄養分この肉体に吸収してるから、もう本当に吸収し終わったカスみたいなのを出すみたいなイメージですね。っていうのが牛さんで、豚さん、豚さんまあまあ栄養分高いんですけど、豚さんもしっかりと消化機能あって、豚さんの構造はね人間と結構似ていて、歯があって食べる食道があって、で消化器官があって胃が一つあって腸があってっていう感じで排泄するっていうところなんで、ちゃんと栄養分も吸収してから出すっていう感じなんで、まあ豚さんもそういった意味ではまあ、肥料分高い方ではあるんですけど、まあ、ちょっと抜かれた感じで出てきちゃうと。じゃあ鳥さんどうかっていうと、鳥さんは他の動物類に比べて圧倒的にこの体の中の腸、はい、排出するまでのこれがねめちゃくちゃ短いで、特徴的なのが他の動物と違うの、歯がないんですよ。あ、確かにね、はい、くちばしでつつくだけ、はい、むしゃ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 できないっていうことは、つついて砂嚢っていうところでまあ砕くらしいんですけど、まあ、大体ダイレクトに入ってきますと餌が。でそんなに消化してないのにすぐに出しちゃうんです、うん、餌を。ということは実は鳥さんは食べてはいるものの自分の体にはそんなに栄養分吸収できていない状態で、うん、もうすぐに出す効率がめちゃくちゃ悪いんですよ実は。ただ出てきた黄金のうんち様はめちゃくちゃその分栄養分がある吸収されてない形の栄養分がどんどん出てきてる。しかもやっぱり家畜畜産農家さんは美味しいお肉を作りたいっていう感じになると、やっぱいい栄養分のものを与えるじゃないですか、はい、食べ物も栄養分がとにかくあるものをあるものを与えてしっかりした個体を作るので、鳥さんもしっかりです。いいもの栄養分が高いもの高いものを食べさせたやつが全部栄養分いいものが出てくるんで、うん、こんないいものはないと。でこれ極むつけもあります。極むつけは鳥さんはおしっことうんちが同時に出る。あ、そうなんですか。そう、排泄するところが1箇所しかないんですよ。へえ。
豚さんとか牛さんとか馬さんは糞と尿が別々に出ますと。なのでおのずと尿、いわゆる、尿ってねアンモニアが入ってるんで窒素分なんですよ、はいはい、窒素分が抜かれた状態でうんちが出てくるので窒素分がうんち少ない、はい、ただ鳥さんは尿と糞が一緒にピャーって出るんでなんと漏れなく尿の尿酸、いわゆる窒素分も込みで出てくるのでなんと窒素入りの極上の糞尿が出てくるんですよ。取れちゃう。だから臭いですね。そうだから臭いんですよなるほど。言ってみれば、はい、あの尿酸のおかげなんです。なんか鳥の糞ってさ白いじゃん、はい、あの白いのが尿酸。なるほど、うん、車につけられるのもそうですね。そうそう白いのがピャーってなってなんかその中心に黒い物体がボコンってあるみたいな、あれがうんちで同時噴射。そういうことだったんですね。そうなんです、そうなんです。ただあれ車につかれるって厄介なんだけど、はい、栄養分肥料と考えたらあれはめちゃくちゃいい極上品が出てくるっていうところで一部ではその有機肥料製造工場って言われてますね工場、生産工場、食べてビュンビュン、ほらほらいいの食べろ食べろ食べろ全部栄養分工場でちゃんとその水分とミックスしてブレンドして出してくれるみたいな、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。で極めつけはカルシウムっていう成分です。カルシウムっていう成分は他の牛さんとか豚さんには極めて少ないです。入ってるのなぜかって言ったらやっぱカルシウム入りの飼料餌をあげるんですよ。これなぜカルシウム入れ鳥さんだけあげるかって分かりますか？卵ですか？イエス、そうなんです。鳥さんはお肉だけじゃなくて卵を取るっていうところで生産の方されてますと、はい、でこの卵の殻っていうのがいわゆるカルシウムで、カルシウムが少なくなるとどうなるかって言ったら卵の殻が硬くなくなるんですよ、はい、柔らかくなっちゃう、薄くなっちゃうってなるとどうなるか、割れちゃうんですよ。うん、輸送の時に割れちゃうっていうのを防ぐために農家さんはしっかりとした殻を作るためにたっぷりとした餌、飼料を与えるわけなんです。だってスーパーから買ってさ家帰ったら全部12個呼ばれてたら嫌や。そうですねもうあんまないっすけどね。ないでしょ。ないっすね。ないように農家さんはちゃんとカルシウムを入れる。あ、そういうことだったんですね、うん、で固くするっていうところがあるので、しかもそのカルシウムも出ちゃう。おーなんと便利な生産工場っていうところもあり、肥料分が他の動物たちに比べて圧倒的に高いっていうところで、あとね特徴的なリンが高いんですよ。リン酸成分、いわゆる花とか実をつかせる成分っていうのが高くて、このリンっていうのはもともとは園芸のね肥料でリン鉱物っていう素材から取ってるんですけど、栄養分をこのリン鉱物っていうのは大体が輸入なんですよ、ほとんど日本の場合。はい、90% ぐらいだったかな。ほぼ輸入でその肥料分、肥料を取ってるんですよね、リンを。なのでものすごくコストがかかる。で今こんなような情勢じゃないですか、はい、円安になって人件費も上がってコストがどんどん上がって、ものすごくリンを取るのに苦労するんだけど、鶏ふん見てください、リンが簡単に取れちゃう。お、国内でっていう、もう貴重な資源でもあるということも覚えててください。でこれじゃあどれぐらい取れるかっていうのを数字としてある程度出てるのでちょっとお伝えしたいと思いますけど、だいたい1日で日本国内のその鳥さんたちがする糞の量っていうのかな、キロ数とかざっとどれぐらいかって想像できますか？どれぐらい、うん、日本国内で1日ですよ、飼ってる鳥さんたちがうんちする量、相当計り知れない数ですね。相当計り知れないと思います。何千トンとかですか？残念、3万トン3万トン1日3万トンぐらい、大体ですよ、おおよそ排出されてる。すごい量ですね。すごい量の肥料が勝手に生産どんどんされてるんですよ。なんかちっちゃいじゃないですか、一個一個が。そうですね、そんなにないかなと思ってますけど。そうなんです、それぐらい鳥さんっていうのが今現在その生産っていうのが増えてるんですよね、右肩上がりで、はい、卵の消費もそうだし、最近だとコロナが流行って、はい、まあ、今でもそうかな、すごく需要が出てきたのが純平くん大好き、はい、唐揚げですよ。
まあそうですね、唐揚げ確かに増えてますね。めちゃくちゃ増えたでしょコロナで、はい、飲食店増えましたね。飲食店でも増えて、なんか最近唐揚げ屋とか唐揚げテイクアウトみたいなのがめちゃくちゃ出たじゃないですか。コロナで国内の鶏の需要っていうのはもう爆増してる。あ、なるほど。というのもあって、うんちもやっぱそんだけ出るじゃん、はい、そんだけ需要があれば鶏さんやっぱ育てようよってなる。ただ出てる分だけ我々もそうですけど消費できてないっていうのも事実だと思います。はい、はい、っていうところで、まあ、鶏ふんをちょっと注目していただきたいなというふうに思ってます。はい、ということで鶏ふん実物を持ってきました。こちらです。じゃんと、はい、重たい。15キロ。15キロ、ドーン。だいたい販売しているのが発酵鶏ふんって言われる鶏ふんだと思います。あとは乾燥鶏ふんっていうものもあって、大体は乾燥か発酵かっていう感じ、むしろ粉か粒かみたいな感じで、乾燥鶏ふんの場合は粉の形状が多いです。で、発酵鶏ふんになってるとこういう風にちょっと粒状になってることが多いかなっていう風に思いますね。でね、まあ肥料分の方なんですけど、よいしょ、ここにこの鶏ふんに関しては窒素が 3.5、 リン酸が6、カリが 2.5 とかって書いてあるんですね。はい、ただあ、これ書いてあるね、ちゃんと。時期により肥料成分に多少の変動がありますと書いてあります。これさっきも言ったそのお肉用と卵用でやっぱり肥料、飼料か餌の比率も変わってくるし、農家さんによってもこれやっぱりあげるものによって変わってくるので、一概に鶏ふんはこのパーセンテージですっていうのはちょっと言い切れない。これは他のね、動物系の肥料はそうです。なんでその時その時になってしまうかもしれないですけど、大きくはずれないと思います。ちゃんとした山形になってるはずというところをちょっとご理解ください。というわけでデメリットの方ですね、ちょっと言っとかないといけないと思います。この鶏ふんの最大のデメリットと言ってもいいでしょう。匂いです。はい、はい、この匂いは相当匂いますっていうぐらいちょっとびっくりすると思います。はい、まあ、それぐらい脅しておいた方がよくない。ここでなんか嘘くさく言ってもしょうがないんで、はい、言っときましょう。臭いです。結構な勢いで開けますね。臭いけど、はい、よし、やべ、ちょうど鼻の位置にあるなこれ。高さがやっぱ世の中そううまくできてないね。やっぱりいいものにはなんか特徴あるよね。はい、あるんですよっていう感じで、ちょっと追いにを嗅いでみましょうか。はい、あ鳥さん来た。鳥さん来た。ここだとは匂わないですけどね、うん、そこまで匂わないと思う、はい、これは言った尿酸ですね。尿も入ってるからっていうところで、はい、ちょっとこれ白っぽくなってますね、周りが。はい、はい、この尿酸が空気に触れると分解されるんです。何に分解されるか、まあ、ご存知のアンモニアに分解されるので、こういう風に漂ってきますと。でこのアンモニアっていうのが空気よりも比重が軽いんですよ。何が言いたいかっていうと、上に匂いが上がってきてしまう。だから人間は吸い込んで臭いと感じてしまう。空気よりも低ければ、まあ、ほとんど匂わないと思います。なので鶏ふんを空気にさらすっていうのがまず匂いのもとで、この発酵鶏ふんっていうのは粒状になってるじゃないですか、こうやって。はい、で乾燥鶏ふんっていうのは、まあ、大体粉の状態なんですよ。で乾燥鶏ふんっていうのは文字通り生の鶏ふんを熱で乾燥パリパリにさせてるだけなので、逆に言うと水を含むとすぐに普通の生鶏ふんみたいに戻っちゃうという感じです。はい、で生鶏ふんになるとこの臭さっていうのがより一段と臭くなります。発酵鶏ふんはもう一段階発酵を一回させてるので、乾燥鶏ふんよりも匂いはこれでも若干柔らかい方、うんうん、だと思ってください。で効きの違いっていうのが、これまあ匂いにも比例するんですけど、粉の乾燥鶏ふんの方が効きが早いと思ってください。より早いです。で発酵鶏ふんの方が徐々に分解されていくので、効きが乾燥よりも緩い、こんな感じですね。大体はね、接地面積の問題だと思ってください。粉だと例えばバーって撒くと土一帯に粉を敷き詰めることできるじゃないですか。
ってなるとバーって全部が全部効率的にこう分解されていくんだけど、この粒状だといわゆる地面に設置する面積って粉よりも少ないじゃないですか。そうですね。そうなので、まあ、徐々に徐々にこの周りから徐々に徐々に中に浸透して分解されていくっていうので、まあ、緩く効くっていうところですね。はい、ここを一応覚えておいた上で巻き方です。まあ、言っても発酵系譜も臭いというところで、粉でも粒でもそうなんですけど、一番やってはいけない巻き方、それが上から巻く。はい、だいたい肥料とかも畑に巻く場合ね、こう巻くじゃないですか、こうやって。まあそうですね。ね、めんどくさいし、まあ、いちいち こんな風に腰をかがめてこないとできないじゃない。はい、なんでこうやって巻くと、これ一番いいか。なぜか、はい、一番空気に触れてアンモニアが漂う。はい、巻いて落ちるまでの間に空気にブワーってさらされるじゃないですか。結構一瞬ですよね。そう、一瞬です。一瞬ですけど、ブワーっと上から巻くと空気に乗って分解されたアンモニアがこう上がってくる、はい、みたいな感じなんで、なるべくこの接地面からの距離を小さくする方がいいんですよ。はい、空気に触れさせる時間を少なくさせる、これがベストなので、できればこう巻くんじゃなくてもっと下の位置で巻いてあげるといい。ただこれも疲れる、巻くと。そうですよね。そうっていうところで、これ巻き方のアイデアになるんですけど、これ系譜ね、開けちゃったんで、閉じてる体で、はい、閉じてる体でいくと、よいしょ、系譜のうし袋、はい、袋に穴を開けて、はい、ずる、はい、こうして出すっていう方法があります。まあ、簡単に言ったらこれをドンとやって、このままこういう感じ。あー、なるほど。こうすると下にダラ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 って流れていくので空気に触れない、もうダイレクトに鶏糞と地面乗ってくって感じなんで、匂いが極力しませんという形で、ちょっとやってみましょうか。はい、うわ怖えなえいや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 、はい、まあ大体ね切り口3つぐらい。はい、上げながら、よし、はい、ちょっとこれ広げました。はい、出やすいようにね。ちょっとねこれ今下が湿っちゃってるんで。あ、出てる。あ、出ます出ます。こういう感じ。はい、こういう感じでずっといきながらやる。はい、これが地面との巻く距離じゃないの。空気に極力触れないので、匂いがほとんどしずにこう施肥できるっていうズルズル戦法です。はい、っていう感じでやってもらうと結構楽ですね。はい、上からこうやるよりもこれでちょ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 ってやってくるわけね。こうやってで、畝とかね、全面やる場合はこのようなやり方をお勧めします。はい、じゃあズリズリ製品の仕方いったと思います。でもう一個はやっぱりなんだかんだ言ってもその巻いた後、はい、巻いた後にもう土に混ぜる。はい、土の中に入れてしまえば空気に触れる面積がなくなるじゃないですか。いわゆる、はい、空気と触れないのでしっかりとこう混ぜ込んでもらうということで、まあ、匂いはかなり消えますと。とにかく巻きっぱなしで空気に触れるっていうのが一番こうアンモニアが上がってくる。で水を含むと余計にまたこう発酵して、発酵した時の熱とかで上がってきやすくなるので、まあ土壌緩和をちゃんとしてあげるっていうところで匂い自体はまあ消すことができるというところをちょっと覚えてください。はい、そしたら2番目のデメリット、注意点です。これは肥料成分がかなり早い段階で溶け出すっていうので、まあ、発酵性が強いんですよね。これ発酵系粉って書いてあっても厳密に言うと結構アバウトなんですよ。うん、完全発酵ではない。完全発酵の場合はね、完全発酵って書いてあると思う。発酵系粉っていうのはどこまでの発酵段階を言ってるのかっていうのが多分商品によって変わってくるので、全部が安心して使えるかって言ったら僕はそうではないと思うので、まあ注意してほしいなっていうのは、発酵とは書いてあっても土に入れるとまた発酵しますと、熱を結構出します。なので特に注意するのは植物の根っこに当たりそうなところ、ここには巻かない方がいいです。まあいわゆる植物がありますと、この付近に混ぜ込んで入れてしまって植えると根っことこの肥料が
当たると肥料の方に水分が持ってかれたりします。そうするとね、植えた草花というのかな、野菜の苗もぐったりしてしまいます。なのでまく場合は植物から結構離す、もう 40-50cm とか離してもよっぽど効果はありますんで、はい、なんか近くに入れないのと効かないのかって結構ね、そういう疑問の方多いと思うんですけど、有機肥料は遠くてもちゃんと効きます。むしろ遠くにやってもらった方が安全なので、そういう使い方をしてほしい。あと混ぜ込んで使う場合はだいたい2週間ぐらいは土の中で発酵を起こしてるんで、2週間経ってから、半月経ってからぐらいからようやく植えれる土になるっていうところで、2週間はちょっとそっとしておいてほしいというところをちょっと覚えててください。そしてカルシウム分です。でカルシウムでピンときた方いると思います。カルシウム肥料、カルシウムといったら石灰なんです、はい、いわゆる石灰効果もあるっちゃあるんですけど、土壌の pH を pH ですねをそこまで極端に変えるぐらいのアルカリ成分っていうのはそこまで入ってないので、言ってもちゃんと石灰との併用、これはした方がいいかなと思います。でおすすめの石灰、これが苦土石灰、はい、はい、苦土石灰っていう石灰がありますと。で苦土石灰ですね、わからない方は石灰の回出してありますんで、まあ、一度見てもらうといいかなと思いますが、苦土石灰っていうのは苦土っていうそのマグネシウム、いわゆる葉っぱの緑を濃くするような成分が入った石灰です。鶏ふにはそういった成分入ってないのでプラス補うことができるっていうことと、まあ言っても石灰分も入ってるので苦土石灰も通常よりも撒く量っていうのかな、を少なくさせることも可能なので、まあコストダウンになると思います。使うのであれば苦土石灰と鶏ふんは一緒に栄養補給としてもいい組み合わせかなというふうに思います。で鶏ふんはあくまで肥料なので、これ一応カルシウム分が入った肥料なので、ずっと毎年毎年鶏ふんを使い続けると土っていうのがね、やっぱどうしても硬くなっていっちゃうんですよね、カルシウム分も入ってるので。なのでちゃんと土壌改良として牛糞とかバーク堆肥とか、そういうしっかりとした堆肥っていうのもまあ一緒に併用してほしいなっていうふうに思います。鶏糞だけで土がふかふかになるっていう効果はまあそこまでないというふうにご理解ください。まあとはいえね、この鶏糞、まあ、ちょっと癖があると、匂いもあるし、まあ、重たいし重量もっていうところで、まあ、使える人も限られてくるんではないかというところで、まあ鶏糞ここまで紹介して使いたいよっていう人多いと思いますっていう方に最適な商品があります。それがこちらです。じゃん、炭化鶏糞。はい、炭化、炭化と書いてありますね、はい、鶏糞っていう、まあ、一応商品商材がありますと。これ何かって言ったら、まあ、鶏糞を炭化させているものですね、はい、で大きな違いはとにかくこの炭化させることで匂いが限りなくなくなります。鶏糞の一番のあれは匂いや、やっぱ、まあね、なんだかんで言ってそうと思うんですよ。この肥料成分が強すぎるとかっていうのではなくて、匂いが多分気になる方多いと。それを解消したのが炭化鶏糞、はい、ちょっと開けてみましょうか、はい、これでうわってなったらどうしようそしたらかなり使いづらいですね。これがうわってなったらもうこれちょっとカットやな、はい、こんな感じですね。もう炭ですね、もう本当。あ、本当ですね。ね、炭化です。はい、あー、純平さんどうですか、来ました、これやっぱ期待通り、はい、期待通りやってくれたよ炭化鶏糞やりました。はい、まっ全く匂わない。あ、マジですか。マジで。ちょっと嗅いでみて、はい、俺嘘っぽいや、俺、はい、本当ですね、無臭ですね。無臭だね。無臭です。何も匂わない、はい、全く匂いません。これが嘘かのようなぐらい匂いません。で、これ粉状だね、サラサラだね、これちょっと粒になってる部分もありますけど、燻炭とかみたいな感じですね。そうですね、もう本当に炭っていう感じ、サラサラしてます。ゼロ、匂いが。油かすでも匂うと思うんだけど、これ、まあ、僕の嗅覚が正しく機能していればもうほぼ 100% 無臭ぐらい無臭です。そうですね、うん、なのでこれ書いてありますけど、室内とかにも使っても大丈夫、ベランダや室内ね。おお、いいですね。そうで、使いやすくなってます。で、肥料分も窒素 2.5、 リン酸 8.4、 カリ 4.9 っていうのでかなり高い、いい数値、うん、バランスが最高にいいよ。カリがこんなに入ってるっていうのもね、そうそうないと思うんですよね、肥料分で。素晴らしい。で、こっちの普通の鶏糞は
カルシウム入ってるんですけど、土壌改良の pH を上げる効果っていうのはそんなにないって言ったんですけど、この子は上げる効果があります。もともと炭化するとアルカリにグッと傾くので、これは石灰の効果としても使えるっていうところで、まあ石灰を併用しなくても使わなくても、むしろ使ってしまうとちょっとアルカリに大きく傾く可能性があるので、むしろ石灰使わない方が僕はいいかなというふうに思います。もうちゃんとカルシウム入ってるからね。プラス三大栄養分で補えない美容要素も入ってるっていうところで、これはね結構ダークホースです。っていうのも、まあ多分そんなに販売がないのかもしれないっていうところと、やっぱり鶏粉って臭いイメージがあったり、使ってない人がほとんどなので、これを買おうっていう気にまずならないと思うんですよね。うん、確かに。これなんか出しとけばいいのにな、これってお店で匂いを嗅いでもらうように。ああ、いいっすね。サンプルみたいな感じで。サンプルだってこっちを経験すると、いや無臭とはいえあるかもしれんやんって思っちゃうよね。結局そう、自信があるぐらい全然匂いはしません。なのでもちろんプランターに使ってもいいし、小さな家庭菜園の畑に使ってもいいしっていうので、手軽に使いたければ炭化鶏粉、まあ、これ結構いい商品だと思います。これパッケージに匂わないって強調してないですよね、あんまり。一応ここにちょっと書いてあるけど、なんかあんま目立たない。そう、ちょっとね目立たりにくいもんで、まあ本当にね匂わないっていうのが素晴らしいと思いますね。うわー、めちゃくちゃいいじゃん。で値段もねそんな高くないです。これで5、600円ぐらいかな、3キロで。あー、確かに3キロで5、600円で肥料買うって言ったら、多分3キロも買えないんじゃないかなっていうぐらい。なんか1000円ぐらいするイメージありますよね、これぐらいだとね。はい、うん、っていうところがあるので、まあ有機肥料になるので有機 100% で作りたいとか、まあこういったものを活用したいっていう方は炭化鶏粉、量が多い敷地面積が多くて肥料コストを下げたいっていう方はもう普通の発酵鶏粉なんかは15キロで2、300円で買えますね。これもめちゃくちゃ安いです。普通に有機肥料15キロ10キロ買うと、今油かすもどんどん値段が上がってるんで、多分15キロとかだと2000円近くします。なんでコストダウンが半分以下に落とせるっていうのもあるので、まあ匂いと巻き方だけ注意していただければ、まあ、かなり使える素材というのと、まあ多分ね値段は多少なりとも上がってくるとは思うんです。それ言っても、うんうんうん、人件費っていうのがまあどんどん上がってきてるんで、そこの物流費はしょうがないにしても、他のものよりはやはり上がり幅っていうのは低いのかなっていうのを思いますので、まあ、これからの先を見た時に、まあ、こういったものもちょっと視野に入れておいてもらうと、徐々に使えるようにしておいてもらうと、まあ、いいんではないかというふうに思います。ぜひ鶏粉の方ですね、活用の方してみたらいかがでしょうか。はい、というわけで今回のガーメンくんガーデンチャンネルは鶏粉を特集しました。よかったかな、参考になったかなと思うので、ぜひともグッドボタンよろしくお願いいたします。あと、あなたの鶏粉事情ありましたらコメント欄たくさんください。ガーメンくんガーデンチャンネルはこのように日頃お店で気になっていた商品、深掘り、説明、解説、使い方していきます。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくお願いします。この後は大好評の余談です。おまけトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて、鶏粉来ましたね。はい、鶏粉の時代が来ましたね。これはやっぱりね、これからを担ううんちだと僕は思いますよ。うんち、うん、実際もうどんどんね輸入品っていうの、まあ、今の世界事情もそうだし日本事情もそうですけど、とにかく不利、うん、うん、お金がとにかくかかっちゃう、よっぽどのことのない限りは。なので自国でいろんなものを消費していくっていうのがいいので、やっぱり資源となるもので、まあ、お米特集も結構してますけど、うん、お米のカスとかぬかとかああいうのも使えるし、家畜のうんちとかも使えるしっていうのを、まあ、もうちょっと使い方さえちゃんとこう理解してくれば、はい、使えるようになると思うんですよね。うん、今まではやっぱり消費者にすごく優しい商品作りが多かったので、もう何も考えなくてもいいから撒いとけばいいよっていうのが多かったんですよ。うんうんうん、考えずに何かやっとくだけで失敗をしない、まあ、それはいいと思う、すごく、まあ、便利ですよね。便利、時代の変化してすごくいいんだけど、やっぱりそれだけだとどん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 費用はかかっていくはず、うん、お金をどんどん費やさないとそういった商品が買えなくなるとか、それがないとガーデニングができないっていう発想になっていくので、長い長期的に見た時にはやっぱりね、ちょっとした知識っていうのをやっぱり入れといてもらうと、代用とか使い回しとか応用が効くっていう感じに成長していっていただければ、まあ、こういった使いにくいけどものすごいいい素材だよみたいなもの世の中にありますんで、まあ、ぜひ活用していただきたいなというふうに思うのと、なんかねこれちょっとなんかスピリチュアルな話していい？はい、いいっすよ。いい？はい、これうんちシリーズやったじゃん。はい、うんちって家畜のうんち、はい、
って結構栄養分になるとか言ったじゃん、はい、なんかちょっと前かな、なんか人間のじゃあうんちどうかっていう、あ、僕それ言おうと思ってました今。あ、ほう、何を言おうと思った？いや、なんかこれの話の後に、うん、じゃあ人間のうんちはどうですかって聞こうと思ってたんですよ。あ、聞こうと思ってた、はい、あ、いい質問です、ありがとうございます昔は声だめっていうのがあって、はい、僕もね多分子供の頃はうちに声だめあったと思うんですよね。それってボットン便所とかの時代ってことですか？そう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 、まあ、いわゆる人糞とか尿ですね、はい、もうものすごく臭かったイメージあるもん、はい、それをなんか希釈みたいなので組んで巻くみたいな。でも昔はそうやって栄養分をそこで肥料として使ってたっていう背景があるんですけど、細菌が、これがまたね、細菌の人糞とかはいわゆる化学合成物とか添加物とかを取るじゃん、たくさん、はい、食品から、はい、なんで出てくるものの栄養分っていうのが限りなく使えないっていうのがなんか出てたんですよ。あ、そうなんですか。人間の糞はもう価値ないみたいな。へえ。植物も育たないよっていう、我々が排出するものはなんか切なくなってきちゃってさ、切ない鳥居さんに負けてるよ、鳥居さん食べてるんだけど、はい、ね、今の人間のこの人糞とか尿は本当にそういった摂取してるものがあんまり良くないっていうのもあって、なんかそこでね、あ、うんち特集な、負けてるよね、もっといいもの栄養素があるものとかさ、はい、体にいいものもっと人間も食わんといかんなみたいな何の価値があるんやろうって思っちゃうもん、はい、うんちにも価値があるのってさ、素晴らしいやん。すごいですね、うん、そもそも排泄物なんて言ってさ、ゴミとか臭いとか汚いとかっていうのに価値がちゃんとあるんだけど、人間にそれがなくなってくるっていうと、だどこで人間の価値出さんとかんのかっていうのを、うん、もうちょっとやっぱり ね、 そうっすね、考えて生きていかないといけないなと思いますんで、まあ、植物をねいじって育てるとか好きな方は、まあ、そういったなんか意識っていうのはあるはずなので、必ず、まあ、カーミックガーデンチャンネル見てくださってる方はね、特にそうだと思いますけど、まあ、植物を、まあ、上手に育てるとかね、まあ、資源になるものをちゃんと使うとか、なんかそういった部分も、まあ、口うるさくなってしまいますけど、はい、やっていきたいと思います。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。